玉木、絶対に不倫しない宣言。元グラビアアイドル小泉美雪39、その不倫報道を認めて謝罪した国民民主党の玉木雄一郎代表55が18年前、自身の公式ブログで絶対に不倫をしないと記していたことが SNS 上で話題になっている。玉木氏は2006年10月7日、政党の品質保証というタイトルでブログを更新。ある若手経営者との話をした件について綴り、その経営者の政党は所属議員の品質管理をもっと徹底してやるべきだなどの発言を紹介しつつ、既存政党に対して強い不信感を持っておられた。しかし世間一般の感覚もおそらく同じようなものだと思う。無党派層の多さがそれを物語っている。政党とは何か、同じ政治理念政策を共有する集団ということでしょうが、私はそれ以前に一定のクオリティ品質を満たした人の集団であるべきだと思いますなどと書いた。そしてこれは弁護士や会計士などのように一定の資格試験をクリアすることを条件にするというよりも、絶対に不正をしない、絶対に不倫をしないなどというように、そもそも政治家として有権者信頼に耐える集団であることを自信を持って約束できる集団であるべきだと思います。何も聖人君子である必要はありませんが、より高い倫理観を持った人の集団であるべきだと思いますなどと続けた。さらに自社の品質管理に失敗した企業は生き残れません。政党も同じだと思います。この品質管理ができない限り二大政党制も成り立たないと思います。とにかく信頼される政治家になりたいと思いますとしていた。このブログがネット上で発掘されると X などの SNS ではツッコミが殺到、裏切られた感がすごい、ブーメラン直撃、これは草、やっぱり自分が一生潔白でいられる自信がない人は余計なこと言わないに限る、全振りがしっかりしているのはお笑い芸人としては基本まで来てますな、痛すぎるブーメラン、絶対っていうやつの絶対は信用できないなどと様々な声が寄せられている。嘘つきは政治家の始まり。若い頃についたち警察署長になって犯罪撲滅を訴えてたアイドルが、後で薬物とかに手を出して本物の警察にお世話になるようなもんだな。わら、タイムマシンで昔に行って昔の自分にぶん殴られればいいよ。してもいいと思うけどな。優秀な人々が次々と不倫をする、無理な我慢を強いられている現状、イップイップ制って人間の本質に反する不自然な制度なんではないか。制度への品質保証例なしきり、グラドルには勝てなかったよ。アウト。クソだせえな、慌てて一生とか言っちゃうやつ、わら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 。もう不倫なんてしないなんて言わないよ絶対。それより弟について話してほしい。不倫をする人の気持ちはわかりましたか。だからサイコパスだって。公約も保護にしないでよ。虚言サイコパス。二枚舌。でもこの記事の後、山王国民民主党に入れてるんだし、その時にこの言葉は無効になってたはずだよね。山王さんとバッチリ。わら、人は変わる生き物なのね。玉金管理に失敗した玉金は生き残れないってことね。息を吐くように嘘をつく。絶対に不倫しない、絶対にダメだ。どうでもいいけど、政界で注目集めた途端こうやって蹴落とし合いしてるから、政治がまともにならないんじゃね。まともな議員なら叩いても誇りは出ない。あの小池ですら自民に歯向かった時には再起不能寸前まで落とされたからな。排除いたしますなんて言葉尻取られて、なまあ玉木もこれでおとなしく自民に尻尾触れれば沈静化させてくれるだろ。浮気元吉丸ポが玉木頑張れパクラの国民鎮ある自党。結婚しなきゃええのに立派な自分になりたくて見え張りたがるのが人間の悪い癖、情けないね。四国の田舎者にモラルがあるわけないだろ。悪いと認識してやってんだから、こんな政治家信用できんだろ。巨乳の前では無力。嘘だと言ってよ玉金。ポイ捨てされた39歳未婚女性の政治的ケアはないんですか。みゆきが心配。まああのホーマンボディで誘惑されたら厳しいな気持ちはわかるよ。ハニトラに引っかかるやつ、このイメージは強烈だよな。おいしば、2年前から地元じゃ公認の中だから、みゆきはハニトラじゃなくて純愛だもん。玉金は中身出したのかな。未来のことに絶対を使う人間は信用してはいけないって習いました。明治の元老連中は愛人やめかけなんて当たり前だっただろ。それが男の勲章だったはず。ちょっとした不倫でもう人生終了な世の中はおかしい。ちゃんと子供産ませて生活費養育費の面倒を見るべきだよな。ポイ捨てダメ絶対。離婚した人が全員永遠の愛を誓っているようなもんだからな。議員辞職しろ。多分しないんじゃないかな。みゆきには結婚する言ってたのかも。個人情報へのアクセス担当者のセキュリティクリアランス制度について身辺調査に性的行動セクサルビヘイビアの節度に関する事項が入っていないのでチェックが必要と言っていた。個人情報アクセスできないね。わら、かなりいろんなブーメランあると思う。コロナの時も最初は冷静な意見言っていたのに、マスコミが煽ったらビビって手のひら返ししたからな。言うことがコロコロ変わる政治家だし、あまり期待して拝観。N 国行き。お手当てあげて囲ってたのでは。
大使の仕事以外の収入源が不明おばさんだしバレてポイ捨て。フリーターのみゆきのために103万の壁を壊そうとしてたとしたら純愛。みゆきどうすんだよ。一生かけて絶対に許してやれよ。半笑いで総理になりたいとかインタビューで言ってたと思うけど並んでよかったわ。押すなよ、押すなよ。宣言するとか、むしろやると言っているようなもんじゃね。みゆきの婚期を遅らせた責任どうつけるつもりなんだろう。少子化で苦しむ日本で問題じゃねえのか。妊娠できる年齢には限りがあるというのに。まあ首に縄つけられてよかったよ。選挙直後からの人気の加熱は異常だったからな。もう不倫なんてしないなんて。みゆきは貧乏だから、あんなに布地の少ない服を着てたんだよ涙。男と女が読む理由な。自身が独身を貫けば、絶対不倫しないはいける。小泉純一郎は独身で総理やった。まあ相手側が結婚しているパターンがあるから、相手のこと調べないといけないが。今みゆき行方不明だぞ。どうすんだよ。財務省あたりがかくまってそう。もう財務論はやめてくれよ。そうでしたっけ？うふふ。これから絶対という言葉を使ってもこの人の絶対は信じられないと思われてしまう。書き込んだ時点の考えですで言い出しきり。金玉って怖い。マリは死んだぞ。お悔やみの一言もないのか。人に厳しく、自分に甘い品質管理切りった高橋さんを追い出しておいて自分は裏でずっこんばっこん不倫 SEX 狂いわら。ゲロアイドルだもんな、ありゃグラッとくるわ。まあこんなもんよ正義屋さんってのは。そりゃ多感な若者たちはこんなの見てたら結婚しなくなるわな。こんだけそこら中に悪い見本がゴロゴロしてんだから。最近は息子とその母親の不倫相手が仲良しとかいますからね。意志が弱いんだね。多分し信念がないんだと思う。今後絶対入れない。なんとしても引きずり下ろしたいんだね。そもそも日本人が卑しくなった。少しの減税と引き換えにこんな悪徳政治家に権力握られる方がよほど怖いのに、目先のことだけしか考えない。減税なんてどうでもいいわ。信じて投票したばかはお疲れ様でした。でも玉金さんのはいい不倫だから。政治家になって法律変えてね。絶対に、不倫をしない句読点が気になるなわら。擁護してる著名人ほぼ男だからな。これは女性の怒りが相当なもんだよ。一番倫理観のない、悪品質なのが玉木だったというオチわら。いい不倫じゃねえよ。バーローボの雑巾みたいな扱いをみゆきは受けてたんだよ。絶対は絶対にない。まあ最初からうさんくさいやつだとは思ってたよ。